こんにちはデントです今回はこの南海今日の配信動画この南海2000系をメインにメイン南海2000系と阪神5500系のメインメインで紹介したいと思います。こちらの南海2000系は3年前の夏2018年2018年の夏に関西旅行行った時に なナ,ンポポナンパのポポンでッゲットしたものですこちらにこちらに関してはこの動力まずこの動力イントは余っていたのですぐ即 N カしましたまあ台車デリーフはどっから活用したかっていうと台車デリーフは付いてなかったためにこっちこっちがもともと大うん 元々こっちの台車レディこっちの枠を切り取ってそれでそれでそれで台車の部分だけ切り取ってちょっと活用して対応したものですこんな感じで対応してこの動力イントは最初は1バタ3000で使,う使ってその後にその後に熊であ,あ 和歌山電気機動の多摩電車かなそれにそれに流用してそれでその後熊田の200あたりに流用してでどちらもこの3本土も、うん、あったけど売り飛ばしてもう最,最終この動力人とはどこにたどり着いたかっていうと南海2,000件にたどり着いたっていうわけです。まあ こちらの先頭車はもう車輪は初東急8500の8542編成からね売った際に車輪を奪ったものですもちろん重にもつけてますで本線仕様の普通関西国際空港行きで d n カプラは甘手ものを使ったもの 使ったものですこちらはパンタクラフはパンタクラフは加藤製品のパンタクラフパンタクラフを使っていますこんな感じでまあこちらは DN カプラーもちゃんともう N カーは割っていますで何回線何回線形は持ってるけど 南海線系は持ってるけど今のとこはちょっと N カ改造はちょっと今のとこは未定ですのでえっと南海の1万2000のサザンプレミアとあと南海2300手コこりで本当に欲しいっていう気持ちは強いです。うん2000系とつな繋げて遊びたいなっていう気持ちもありますね。 では南海2000を並べてみましょうまあこんな感じで並びました南海2000はこんな感じで並びましたうんやっぱりかっこいいですね DN カプラーも設置してるから南海設計ともつなげたいっていうまあ次 N 化改造するのは京成3100かなその月が お笑い化しませんのキハ8千と京急新線型のステンレス車体の1,607編成でそれで順次順次や順番順番でやっていく予定ですのでちょっとまあ南海2000はもう動力人とか余ってた関係で20 2018年の夏関西旅行に行った時に大阪の南蛮のポポンデッターで ゲットしたっていう代物でした。続いて紹介するのは阪神5500です。5500系です。まあ、こちらは2年前の2年前の夏の2年前の2年前の9月に夏休みを利用して関西旅行。関西旅行行って大阪着いた。その直後に。大阪梅田大阪梅田駅の。 阪神南波駅の駅案内口かなそこで阪神5500の鉄コレでゲットしました余裕で在庫していましたまあ今年の4月に N 化改造は終わったけどまあこんな感じこんな感じでもう N がはすでに完了していますまあ 普通の高速神戸の5507編成を再現してます。うんかっこいいですね。動力ニットはもちろん 19mA も新品で買ったものです。床下は新品で買ったものでこ,こちらのパンタグラフはこちらのパンタグラフは近鉄1200から奪った 流用して奪ったものですついでに阪神も紹介しますよこちらは5年前の日比谷公園の鉄道フェイスティバルで2時間並んでようやくゲットしたものゲットしたっていう代物ですまあ1箱でその時は確か3300円だったよねでこっちがもう1箱3600円でしたまあ今 まあ阪神5700の方はもうこちらも N 化改造を終わって、うん、ブルーリボン賞受賞記念のマークも設置して5700のトップの編成で再現していますやっぱり買ってよかったですもう N 化改造はもうすでに終わっていてもうこちらもパンタクラフはもう使い余ってたものを活用し,しました っていう感じですまあこん当は今年,今年大阪旅行行って大阪環状線の3人さんのス「スーパーマリオ」のマーク付きやマーク付きや大阪環状線開業60周年記念のマーク付きも撮影したいけど。 今新型コロナウイルスの関係でちょっといつ行けるか分かりませんでも阪神5500や先ほど紹介した南海2000は大阪旅行に行った時に買った鉄コレですのでやっぱり大切にしたいという気持ちは強いですまあ阪神5700と並べば今の阪神の学駅停車 Z カーがもうこれこれで揃って自分にとっては嬉しいものです阪神5700も2時間かけて並んでせっかく買いましたのでやっぱり手に入れて良かったっていう気持ちは強いです最後は京阪神観光線東西線学圏都線の321系と大阪環状線の323を並べて 今日の動画を終わりたいと思います。やっぱり大阪。うん、やっぱり去年も行けれなかったし、コロナの関係で。うん、今年も行きたいなっていう気持ちは強いけど、ちょっとしばらくはコロナが収まるまでは。無理かなとは思っています。やっぱり、特にこの環状線の三二三、スーパーマリオのダッピングと。 太陽60周年のマーク付き撮影したいって気持ちは強いですうん月いけるとしては2025年頃かなちょっとしばらくは無理かなっていう気持ちは強いですご視聴ありがとうございましたあさっての配信動画予定は都電と半,半海電車半海電車 電車がコラボがコラボの 11, 11年目を迎えましたのでそれ模型での模型でのコラボコラボ,コラボを企画していますじゃあさっては未定ですのでまた考えますそれでは明後日のあさって次回の動画でお会いしましょう